デリフト工科大学は、オランダ、デリフトに本部を置くオランダの国立大学である。1842年に設置された。設立以来3人のノーベル賞受賞者を輩出しているオランダを代表する研究型工科大学であり、多くの高等機関において高い評価を得ている世界、トップレベルの名門校の一つである。ザ・世界大学ランキング及び、 QS 世界大学ランキングにおいて、イギリス及びスイスの有名校に次いで、ヨーロッパの科学技術分野における第6位の名門校として位置づけられ、全世界でも科学技術分野において20位前後、総合においても50から60位前後に、例年ランクインしている。特に土木工学、建築、航空宇宙工学、 デザイン工学といった社会への応用を重視した工学の分野で高い評価を受けており2015年 QS 世界大学ランキングにおいて土木工学分野で世界第2位建築分野で第3位となった2020年現在の QS 世界大学ランキングによる分野ごとのランキングでは土木工学分野と建築分野で世界第2位機械工学分野で世界第5位である 修士と博士課程のプログラムはすべて英語によって行われるため全体の学生の半数近くがオランダの外から来た国際生である教訓はチャレンジザ・フューチャー1842年1月8日オランダ王のビレム2世によりロイヤルアカデミーとして設立されこれまでに多くの高級技術官僚を輩出している最古の高科大学である 中理飛行科大学や、インペリアルカレッジ、ロンドンなどで構成される IDEA リーグのメンバーでもある。世界最大のソーラーカーレースである、ワールドソーラーチャレンジでは、同大学から出場したルナが、これまでに5回優勝している。h t t p w w w a r p e u n i v e r s i t i e s c o m universities, デルフト・ユニバーシティ・テクノロジーは、ハット https。 www.universities.com t Universities univers Delft University Technology Sub ありがとうございます。